スポイトする。上の選択レイヤーを選択して、瞳の選択範囲を作る。イラストのレイヤーを選択して、瞳だけを複製する。また選択レイヤーに戻って、白目にも選択範囲を作る。イラストのレイヤーを選択して、目を消す。白目のレイヤーを追加する。顔、瞳、白目の順番に並べてね。先ほどスポイトした白目の色を塗るよ。選択範囲を解除して、瞳のレイヤーを選択して、色変形で動かすと、動いたー。シェアやめろ。みんなもやってみてね。